これどうや、これ軸しっかりとしな、大山小学校では5年生6年生でスイカを育てました。ここで大事な栽培ポイントがあります。つるはどんどん出てきますが4本だけ残してあとは切っていきます。大山スイカの特徴は何といっても甘さ。大山スイカの平均糖度が12に対して普通のスイカでは最大糖度11だそうです。僕たちの大山スイカも甘くて美味しいスイカになっていると嬉しいです。あの重さもあるんですけど甘さですよね。どれぐらいの糖度があるか、甘さを先ほどの発表で11度とか言ってありましたけど、はい、その甘さが何度あるかを測るんです。はい、11.9 度ですね。はい、12やろうね。はい、今年のスイカ作りちょうどこう天気が良かったんで今まで失敗ばっかりしとったけどちょうどこうあのうまい具合にいいスイカができたと思います。これからも頑張っていいスイカ作りに関わっていきたいと思います。髪の毛ついてる、上げてスタート。早い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 待ち合い。相手頑張れ頑張れ。大丈夫大丈夫。よっしゃ。1位西学校。昨年は優勝できなかったけど今回は優勝できて嬉しかったです。甘いです。